はい、どうも。すいません。なんかインターネットがブツって止まりましたね。2018年3月の2日、22時2分です。すまんすまん。ネットが不調だった。すいません。はい、毎度毎度。バーベキューさんいらっしゃい。どうも。のんちゃん、これお茶入れて、水入れて。お茶パックはまだ大丈夫、2回出るから。毎度毎度。はい、ワドツー、長谷友さんいらっしゃい。ワドツー、マクドーナル、マクドーナル。なんだろうな、調子悪かったね、ネットが。いや、だって中学2年生で外人にさ、同級生にマクトゥーノって言われてこないよ。さらっと。勝てねえって思うでしょ。人としてのレベルが違いすぎる。こいつら戦闘力高いって。マクトゥーノ。いや、衝撃でさらって言うから。マクドーナル。かっこいいんだよ、言い方が。ありがとうね、のんちゃん。いや、なんで枠閉じたんだよ。ネットがバツって切れた。焦ったよ。払ったよね、つって。ネットが止まった瞬間に払ったよねっていうのが、ありがとう、マクドーナル。ありがとう、マキル、ありがとう。マックダイナーじゃない、マクドナルドは、いや、マックダイナーじゃない、マクダーナルズ。正しいネイティブの発音、ちょっと、Google 翻訳で聞いてみようか。翻訳。いや、だからマクダーナーだよ。これはね、なんて言えばいいんだろうね。難しいんだよね。じゃない、マクドナルドなんだけど、マクドナルド。違うんだよ。マクダーナーズなんだよ。要はマクドナルド兄弟なんだよね。マクドナルお、男性版で聞きたいな。マクドナルド。かっこいいでしょ？これ男性版に音声切り替えられる。昔できたんだけどな、音声切り替え。そマクドナルう。かっこいいでしょ？マクドナルド。かっこいいでしょ？これをさらっと言われたらさ。マクドナルド。そう。メクテアヌス。メクテアヌス。かっこいいでしょ？レベルが違うんだよ。俺らは日本人だからマクドナルドって言うんだよ。アミありがとう、ワトツ。あんな言い方されたら勝てねえよな。テリヤキマクドナルド。テリヤキマクドナルズ。俺らもね、頑張らないとね。でも、テリヤキマックバーガーって外人嫌いなのかな？あの、テリヤキマックバーガーを作ったのはさ、ねえ、テリヤキないと思うよ。テリヤキあんのかな？日本限定。いや、テリヤキないのかな？あんなに美味しいのに。でもあれだよ。メキシコとかタコスバーガーとかあるんでしょ？多分。ご当地。ポルシェ？ポルシェはポルシェじゃん。ポルシェはポルシェじゃない？わかんないけど。中学生の会話でポルシェなんか出てこないでしょ。どんだけ意識高いんだよ。
全然違う名前かもしれない。いや、ポルシェじゃないの。わかんないけど。ドイツ語じゃない。え、ポルシェドイツの車なの？わかんない。うん。あ、多分そうだろうね。照り焼きは甘いソースだと思ってるだろうね。甘い醤油ベースソースだろうね。うん、なんとかソースってあるじゃん。何、なんとかソースって。アメリカのバーベキューソースでさ、うん、照り焼きある。え、そんなんあんの？へ、うん、えー。山田ソースじゃなくて。そんなんあんの？へ、えー。うん、でもなんかアメリカの日本料理屋って韓国人がやってるから全然日本料理じゃないらしいよ。フィレオフィッシュ、魚の揚げ物パン、え、魚の揚げ物パン、魚の揚げ物パン、おー、まあまあ、いや、それはさすがにないと思うけど、うん、でもビートたけしがマクドナルド食べるときに魚の揚げたやつあんのかって言ったらしいよね。でもお年寄りでね、マック入りづらいっていう人いるよね、田舎の方だと。食べたいんだろうね、多分お年寄りも。俺言われたもん、ライブハウスのオーナーがおじいさんで、あれだ、お前若いやつはあれだろ、マックとか食べんだろみたいなぎこちないトークをされて、お、まあ、いやマック食べますねって言ったら、ああそうか、いくらだ、あ、若いもんは肉だな、食べたいんだろみたいな、じゃあしょうがねえ、昼飯はお前マック買ってくればいいんじゃねえのかみたいな本当は食べたいのよ買ってきますか、何にしますって言ったら、うん、あれだよ、うん、うん、何がうまいんだみたいな、うん、それでマック買ってたら美味しいって言ってたよ、喜んでたよ。若いのはこういうのが好きなんだなって言ってたけど、興味あるんだよ本人が。寿司屋もまあそうだろうね、うん、本当に周りくどかったよ。で仲良くなってから、しばらく経ってから話すようになったけど、やっぱり恥ずかしいんだって。ギリギリ入れるのが吉野家だって言ってた。なんかそういうフランチャイズのお店に行くのが恥ずかしいんだって。うーん、はい、こんばんは。でも古風な人とかあるよ、個人店は入れるけどっていう、興味津々なの。うん、食券買い方が難しい。食券の買い方は、まあのんちゃんはさすがに言い過ぎでしょ、どんなお店も入れるでしょ、うん、でも昔なんだろう、入りづらいなっていうお店、個人なんだろうな、どういう店だろう。うなぎ屋、うなぎ屋入れる全然。俺ないかもな、別に入りづらい店ないな、うん、そこの焼き鳥屋、そこの焼き鳥屋行って一回出たよ、座って激おみしてて、うん、頼んだけど金払ってなんか時間かかりそうだから、店員の態度ムカついたからすぐ帰った、やっぱ帰るわっつって俺そういう性格だから、座って着席して店員の態度悪くて水も出さなかったから帰るわっつって、もう来ねえわっつって、うん、まあ値段は高いだろうね。うん、一人ラーメンは女性ね、行きづらいって言うよね。ああ、専門用語ね。それさ、あの、わたもてっていう漫画があるの。私がモテないのはお前らが悪いっていう、わたもてだっけなっていう漫画があるんだけど、それがすごくと思って、キャラメルフェラペチーノ、なんだっけ、なんて、そう、フェラペチーノって言って、なんだっけ、フェラペチーノ、そう。なんだっけ、フェラペチーノなんとかでっつって、すごい下ネタでそのいうシーンがあるんだよね。それすげえ面白いんだよ。なんだっけ、キャラメルフェラペチーノ、フラペチーノなんだけど、その女の子が緊張してフェラペチーノって言って、この漫画すげえ面白いよ。私がモテないのはどう考えてもお前らが悪いって。これその
モジョっていうんだっけ、なんかこのなんつうのコミュ障の女の子が主人公なんだけど、ギャグ漫画なんだけど、これめちゃめちゃ面白くて、なんだっけ、キャラメルフェラペチーノなんとかでっていうんだよね。すごい面白かったね。学園コメディで女の子が主人公なんだけど、うん、そう、トールベンティなんだっけ、トールベンティ、あとなんだっけ、トールが普通でベンティが、いや L って言えばいいんだよ、 L SM、 うん、ラージ、いや普通にいやいいんだよ、でかくてでかいのとか中くらいとか、向こうに主導権渡したら負けだから普通って言えばいいんだ、大きさ中って言えばいい、うん、グランデだ、トールグランデ、なんだっけ、あとショート、 L サイズって言うと腹立つのがグランデですねって返してくんの、本当に腹立つのが L、 いや L でって言うとグランデでよろしかったでしょうかって突っかかってくんのよ、本当に、いや本当だよ、試しに言ってごらん、試しに L でって言うとグランデでよろしかったでしょうかって食い気味で来るの、本当にこれ何回やってもスタバの店員は絶対言うのよ、大きいサイズですねとかじゃないの、何何みたいな、グラン、いや L って言うけど、いやあるんだろうね、L ってグランデですかって、グランデよろしかったでしょうか、 L だっつってんだろ、 L だよって、 L だっつってんだよ、 L をよこせ、 L だよって、うん、L なんて当店にはありませんけど、当店には L なんてございません、お客様グランデでございますあーあ、そこのあれだ、パンをよこせバンズでございますかわかんないけどあれはパンではございません、なんつうんだ、 スコッチ、スコーンでございますかうるさい、パンをよこせスコーンです、お客様、うん、最大がベンティーだね、あ、トールグランデベンティーだ、ありがとう、トールグランデベンディーだ、うん、そうだそうだ、うん、日本語も変なんだよね、そうそう、雲雲、そうおかしいよね、雨雨、何個同じかぶってる言葉があるんだよね、橋おかしいよね、イントネーションあおかしいよな、そうだよね、雲と雲が一緒なんだもんね、確かに日本の方がおかしいんだろうな、うん、いやね、やスタバなんだろうね、なんであんなにこだわるんだろうね、うん、スタバの異常なこだわりは何なんだろう、あれっていうか、喫茶店ぐらいタバコ吸わせろバカ野郎って話だよね、スタバ自体は好きなんだけどね、シュガードーナツとか美味しいし、もう頭きたから、小麦粉をこねて焼いたあの砂糖をまぶしてるやつをくれっていうシュガードーナツでございますかお客様って、違うと、そこに飾ってある小麦粉をこね砂糖をまぶしてある焼き上げたものをよこせと、いや腹立つでしょ、グレイト花火ありがとう初友さん、いやそういうことでしょ、奴らがやってることって、うん、腹立たない、なんでお前らコミュニケーショングランデじゃねえと通用しないのかよっていう、トールじゃねえとダメなのかよっていう、なんだ期間限定のストロベリーなんとかは、期間限定とか知らねえよ、そんなの。
フラペチーノ大好きなんだよ俺。俺よく飲むからね、スタバ常連だからね。うん、いやタバコ吸わせろと思うよね。何あの意識高い感じ、腹立つよな。いやみんなね、 Mac、iPad はネタだけど、まあ実際多いけど、うん、グランデ花火って言ってほしかった、ごめんごめん。グランデね、うん、花火5発ありがとう。でもあれは年寄りからすると震えるよ。アイスコーヒーしか頼めない。かわいそうだよおばあちゃんとか。絶対スタバに行きたいはずなの、田舎のおばあちゃんでしょ。もうアイスコーヒーしか頼めないんだよ、あんなに甘くて美味しい、甘くて美味しいのがあるのに。えっていうか沖縄ってスタバある？沖縄スタバ俺配信やったからあるか、あるわあるわ。なんかね沖縄にないのがセブンイレブンがないんだよ。だから沖縄リスナーのセブンイレブンに対する渇望がすごかったの。沖縄に行ってリアルなリスナーさんとリア凸があって飲むじゃん。和道さん、和道さん聞いてって、来年セブンイレブンができるの。うん、で別の人会うでしょ、和道くん、ところで和道くん、来月セブンイレブンができるんだよって。知らねえよそんなの。ハート花火ありがとう。知らないよ。沖縄のそのセブンイレブンが来る話、俺らからすると全然伝わらないのよ。なんかすごいね、セブンが来る、セブンが来る、あのセブンイレブンがついに沖縄に来る。北海道もなんかなかったって。北海道何がないのかな。ファミマなんかさ、うん、セブンはあんじゃない、ローソンね。いやセブンイレブンはまあまあ関東だけじゃなくて日本全国あるでしょ。沖縄はなかったんだよなぜか、うん、スタバでトールサイズをツールサイズって頼んじゃったりして恥かいた。あれなんだろうね。だから藤田伝は正解だったんだよ。マクドナルド S M L、うん、マクドナルドに言い換えた藤田伝。いやー天才経営者だよ。ラーメン屋でタバコ吸えないのありえないわね。ちょ俺はラーメンと寿司に関してはタバコ吸えないわ、わかる。俺はわかる正直。ただコーヒーはタバコ絶対必要なんだよ。カフェにタバコ、コーヒー本来の香りをお楽しみくださいはやりすぎだろうって。狭くてもいいから喫煙ブースは作るべきなんじゃないのっていう。腹立たん、え？タバココーヒーでしょ。だってむしろなんなら喫茶店何しに行くのって、タバコを吸いに行くようなもんなんだよ。うん、やだな、なんか禁煙ブームやだな。愛煙家としてはもう肩身狭いのよもう。いやそう、タバコとコーヒーってさ、もう奇跡の組み合わせなのよ。だってコーヒーももともとインディアンが飲んでたんだろ。インディアンつったらタバコだろ。なんでお前らコーヒーインディアンリスペクトだったらタバコ許さねえんだよな。だってもともとコーヒー飲んでたインディアンと、もともとタバコを吸ってたインディアンだよ。もうインディアンが言ってるわけじゃん、タバコとコーヒーだって。いやタイマ、そりゃそうでしょ。だからコーヒー店でタバコ吸うのはむしろ最もポピュラーなんだよ。どう考えてもインディアンなんだから。うん、禁煙ルームないっていうかスタバにないの、スタバにないの。うん、タバコ吸わない人はわかるかもしれないけど、うん、そう俺は一緒にどこでも吸えるわけじゃなくて分煙でいいからっていう、もう狭くてもいいの。うん、タバコを吸ってるやつは当店の
当店のお客様にはタバコを吸ってる方などいませんみたいな態度、スタバの。当店にそのようなお客様はふさわしくありません。腹立つわ。腹立たない？そう、分煙すら叩こうっていう。いや、俺駅のホームの端っこに喫煙所ぐらいあってもいいと思うよ。昔ホームの端っこにあったじゃん、スターファックス。うまいこと言うね。いや、スタバ好きだから悔しいんだよね。スタバが好きだから悔しいのよ。わー、すごい、ファンタスティック花火、ありがとう、ありがとうございます。なんだろうな、 L、 ありがとうございます、ハストモさん。まあね、食い物でタバコ吸われたら吸わない人からすると嫌かもしんないけどね。タバコ吸う人減ってくんだろうな。昔なんかパカ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 吸ってたよね。部屋がもっくもくになってたもんね。いや、昔ひどくなかったもん。いや、若い人わかんないかもしれないけど、親戚とか集まるともう部屋がもうどうなってんだこれみたいな。火事みたいな。テロみたいな。あれが良かった。あ、まああれは体に悪いがさすがに。吸わない人からするとブチギレだもんね。そう、ひどかったよね。だいたいさ、お母さんとかおばあちゃんがだいたい後半ぶつけれるのよ。換気ぐらいしなさいよっつってね。本当に切れてたよね。もう目がシュパシュしながらね。いや、ガンガン吸ってたのに。まああれは嫌だけど。まあそうだよね。それはわかる。食べ物はわかんの。ただコーヒーは違うだろっていう。そう、わかるよ。吸わない人の気持ちわかるの。わかる、わかる。ただその吸うスペース作ってくれよって。いや、飛行機新幹線なんかタバコ吸っていいんだよ別に。タバコの箱の警告文なんかもう茶番だよこんなの。シトさんこんにちは。あのね、こんばんは。喘息なのにタバコ吸ってんのっていうバカがいるんだよ。お、これね、本当に言いたいの。俺ね、最近2箱に増えちゃってんだけど、和藤さん喘息持ってるのにタバコ吸って大丈夫っていうバカリスナー。タバコは昔喘息の薬で吸ってたんだよ。バカ野郎。はい、喘息持ってるのに、わ、タバコ吸ってる、喘息なのに嘘ついてますよね。喘息の人がそんな煙吸ったらダメなはずなのにって。喘息の薬だったんだよ、もともと。バカが。勉強してから言えよ。これ本当だよね。大昔は喘息の薬で出してたんだよ。ああ、本当だよ。喘息なのにタバコ吸って大丈夫なんじゃないですか。喘息を抑える薬なんだよ、もともと。灰皿よく燃えてたね、昔ね。俺はタバコと一生付き合っていきたいね。タバコ好きだから。アッパードラッグ、アッパードラッグですよ。なんで透明ガラスなんだろう、わかんない。知らなかった？だから年寄りとかで、あの、昔吸ってたっていう人、喘息で吸えって言われたって結構よくある話だよ。喘息収まる。大学にね、うん、自販機あったよ。タバコの？おお、そういう時代だったんだ。うん、まあまあ全然いいでしょ。なんかせちがらいよな、ルール、ルール、マナー、モラル。あとね、最近よく東京で見るのが、大体女なんだけど、まあ、路上喫煙してるおじいちゃんに、発狂してる女最近多いよ。大体ババア、35ぐらいの女が発狂してんの。だから、さっきから言ってますよね、つって。いや、言ってる。って言ったって、あの、つって、ここは喫煙場所ではないんですみたいな。サバ缶大佐いらっしゃい。いや、ババアなんだよ、大体。
クーハート花火ありがとう、クール3個ありがとう、花火3個ありがとう。のんちゃんタバコ吸うよ、結構ヘビーですよ。あれ見ると、いやあのね、俺声かけるか迷うんだよ。そういう時声かける時もあるんだけど、女もブチ切れてんだけど、おじいちゃんに向かってそれはねえだろうって。確かにおじいちゃん喫煙場所守んなかったらあれだけど、もう発狂してんのよ。まあ多分精神病なんだと思うけど、そうそうそう、マナー守るべきなんだけど、言い方で、そう、陽平さんの言う通りで、ここごめんなさいって、ここで吸わないでく、もういただけますかぐらいにしないと。うん、そう、あれただのマウンティングだからやっぱ気分悪いよ。でも ポイ捨てはダメよ。でもね、まあ一応23区はさ、東京では外で吸っちゃダメってなってるわけだから、そこは守んないといけないけど、うん、でも言い方にもマナーがあると思うよ。言い方にも。スパーリングはやってないですね。うん、スパーリングはやってないです。路上喫煙してたら電車のベル鳴らされたこと。あ、まあまあそれぐらいならいいんじゃないの、それぐらいなら、うん、そう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 、言い方きついとね、言い方にも、まあババアのマウンティングなんだろうね。ババアの連投やめてね、言い方大事だよね、うん、連投やめてね。ね、日本語が通用しないのかな、連投やめてね。うん、タバコ吸わないから言い方きついんだよ。そうそう、タバコ吸ったら大体マイルドだから。うん、外で吸ったらダメっつうかさ、別になんだろうな、のなんかいじめだよ、いじめ。うん、でもいいや、ほっとこ。いや、ブロックしない。いや、リスナーにブロックしてもらう。いいよ、もうほっとけ。うん、言っても聞かないだろ、しょうがねえだろ。葉巻もタバコの扱いじゃないの、うん、っていうか葉巻は匂いきついからね。タバコどころじゃないよ、葉巻の匂い取れないよ。東京は23区は外で吸ってたら2000円の罰金だよ。うん、いや、タバコはいいと思うよ。あ、いい、初友さんダメだ、言っても聞かないからほっとくしかないもん、これ。3回言ってダメだから。うん、もう逆に、もう4時間枠最後までやれよって感じだよ。どうせこんな10分も続かねえんだから。都内吸うところはね、ちょっとね、少ないよね。でもそれで喫茶店も吸うなとか、もうちょっと意味がわかんないよな。うん、喫茶店も吸うなって言われちゃったらたまったもんじゃねえよな。まあまあ店の経営だから、個人でやってることだから全然いいんだけどさ。うん、早く帰れって言ってるよな。うん、あー、タバコ発狂ババアなのかもしれないよね。ドトールは吸えるけど、うーん、ドトールね。いや、だから結局ルノアールになっちゃうんだよな。もうルノアールなんかバンバン吸ってくださいって。ルノアール高いんだよ。ルノアールってね、アイスコーヒー680円とか、まあ800円台のドリンクとか普通にあるけど、俺はね、結局ルノアールになるんだよね。ルノアールはいいよ。水とかお茶とかバンバン持ってくるし。ルノアールが最強じゃない？ルノアールいいよね、高いけど。メガホンありがとう。え、メガホン投げながら連投してんの？じゃあ全部メガホンにしろよ。だったら最初からメガホン投げろよ。意味がわかんねえよ。タバコやめたいならやめるべきだよ。ルノアールはいいよ。うん、これ椿コーヒーはちょっと高すぎるな。1000円台だからな、コーヒーが。で、しかも2時間制なんだよね。それはさすがにやりすぎだよ。うん、愛されてんのかな、どうだろう。
利用者の平均年齢調査というのがあって、スタバが一番年齢、あ、年収ね、そう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 、スタバが一番実は年収低いの。スタバが一番意識高いくせに、年収、スタバに行く客層は年収が低くて、そうそう、ルノアールが一番、そう、高い。なんでかっていう理由があって、あのね、ルノアール行ってみたらわかるけど、全部商談してんだよ。だから、年収高いに決まってるんだよ。ビジネスの話と商談の場所だから、あそこ。うん。ルノアールソファーね、座りやすいよね。スタバもいいんだけど、マジだよ。ルノアールが一番年収高い。ルノアール一番値段高いもん。ルノアールっていう定番の喫茶店があるのも。うん、ていうか普通の喫茶店だよね。ていうかもう東京だとザ定番。うん。で、みんな商談してんの。プレゼンしてる、ずっと。スタバはね、年収が一番低い。要は一番金持ってない層が行くって言われてる。閲覧ツールって何？ねえ、ルノアールは商談よく打ち合わせ使うよね。俺も昨日ドレさん、それが面白かったんだけど、俺多分ね、バレてるんだと思うけど、ドレさんとルノアール行ったのよ。だけど、客層、隣の子とか若い子でずっとチラチラ見てるんだよ。要は、和道とドレだよっていうリアクションなの。でもドレさん気づいてなくて、フチコモさんありがとう、ハート花火ありがとう、うん、で気づいてなくて、でもベンドさんが配信会のあいつがこうだとかずっと言ってんのよ。俺はそれ泳がしたけどね。絶対こいつらいいよな、配信、若い子で配信してるんだったら。まずそのヒカルくんの話題が出た時にこう覗いてきたのよ、こうやって。だから、そう、配信者の悪口だよね。プライベートの配信者の悪口をさ、そこの席のリスナーは聞いてるわけでしょ。超美味しい話でしょ。その二人からしたらめちゃめちゃ美味しい話だよね。サラエボって、サラエボ？サラエボはわかんない。アメリカンっていうのがあるんだ。でも喫茶店いいよな。喫茶店まったりやりたいな。あ、でも喫茶店は嫌だな。どっちで違う違う。配信回せねえわと思って。店主がこんなずっと喋ってる喫茶店嫌だろ。店主がずっとパソコンに向かって喋ってる喫茶店嫌だよな。いや、俺は喫茶店やりたいんだけど、配信と同時は無理だわと思って。ちょっと、経営が難しいと思ってさ。邪魔くさいよね。こんな店二度と来ねえよ。独り言一人ほどずっと言ってんの。カウンターで。うるせえな、あいつ。怒ったりしてんの。マックダーナーとかずっと言ってんでしょ。何言ってんだ、あいつ。スカイラウンジとか結構好きなんだよね。ボケーっと一人で、スカイラウンジで1800円のコーヒーとか飲んでんの意外と好きなの。若い頃さ、商談が終わったら一人でスカイラウンジでファーって入って、このガラスね。で、大都会ね。まあもうボケーっとこうやって。そういうの好きなんだよね、昔から。贅沢かよ。いや、贅沢なんだけど、プチなりきんなわけじゃん、俺は。その当時ので、そのなんつうんだろう、5000円は払えないけど、1800円とか2000円台でどれだけ豊かな気持ちになれるかっていうゲームをやってて、で、そのじゃあスイートホテルには泊まれないと、でもスイートホテルに泊まってる人たちと同じスカイラウンジのコーヒーは飲めると。だから その人たちの会話とかって面白いんだよ。本当にマダムとかが1800円のコーヒー飲みながら、なんかもう宝石が何億でザマスみたいな話をずっとしてんのよ。これからはどこザマス、旦那は医者ザマスみたいな。スカイラウンジ、まあ高級ホテルのラウンジとか、スカイラウンジとかよく行ってた。そのホテルには泊まれないけど、いや本当に本当に。だから芸能人とかもいっぱいいんのよ。どこのホテルかちょっと言えないんだけど、俺が行きつけのラウンジは
コーラが1200円、コーヒー1800円とかなんだけど、芸能人が普通にオフ会やってんの。あの、安めぐみとかさ、なんだろう、いるんだよ。その芸能人がよくいる界隈がいるの。ずーっといるんだよ。だから、その辺の会話とか聞こえてくんの。面白いんだよ。だ上級国民が出入りしてるところに潜入するのが好きだった。うん。ザーマスいるでしょ。うん。いるんだ。でもいいよ。なんか、そいつらやっぱり。金持ってるからゆったりビジネスやってんの。なんか、あの、不動産の案件とかもさ、奥転がすような話ポンポンしてるし。そのゆったりやってるのがかっこいいんだよ。楽しいよ。散財じゃないんだよ。俺の中では勉強なの。俺の中では投資なのよ、それが。うん。うん。3000円のコーヒー飲みながら、冷やかすの面白い。冷やかす、うん、冷やかすがわかんないけど。ね、アイテムいっぱいもらってますよ、ソロスさん。いいことある男さんはどっち？散財じゃなくて、あのね、それが散財だって思う人は、俺ダメだと思う。なんでかっていうと、20代前半で金持ちになるにはどうしたらいいかって考えた時に、コカ・コーラは家で120円で飲めるの。缶ジュース。で、缶ジュース飲みながらネットをずっとやってても金持ちになれないんだよ。で、この120円の本数を減らそうとかスーパーで買おうってやってるやつは俺は金持ちになれないと思ったの。だったら、コーラを一切飲まないで普段。で、1800円とか2000円貯めて、そういう金持ちがいる空間に1800円のコーラを飲みながら、アンテナ張れるやつが金持ちになるって考えたの。だから俺はそういう生活してたよ。そう。ちょっと身の丈を超える、そのスイートルームに泊まってみたいなのはできないけど、その人たちがいるところはどこなのかっていうのは20代からアンテナ張ってた。そう。環境が環境大事っていうか、環境が人間を育てるから。うん、だからね、実際ね、例えばその Google の本社にも入ったことあるのよ。もうね、仕事、やっぱね、金持ってるやつって余裕があるのよ。怒ったりしないの、本当に。カリカリ商談しないのよ。もうなんか高級犬とかもさ、例えばさ、なんか安い雑種の犬とかも、もうこうやって散歩するでしょ？わかる？こんなんなりながら、こうやってやるでしょ？でも、やっぱり金持ちの犬はもう。こういう感じでしょ？お台場とか。お台場とか西麻布の犬は、こうなってないでしょ？こう、リールが。首輪が引っ張る。ね？こう。なんならもう首輪すらついてない。俺はそういうの見てるから。あ、犬もか、と。人間だけじゃねえな、と。金持ったりうまいもん食ってるとこうなるんだ。背伸びっていうか、まあまあまあ勉強だよね。勉強。え？犬の学校、ちょっと待って待って、すごい話だな。何？トレーニングスクール行ってるから。トレーニングスクール？犬も学校があるのかい？そうだよ。そうなのか。犬犬に学校の時代。ああ、勉強になった。金持ちの犬はトレーニングスクールに通ってるんだって。すごい。トレーニングスクール。お台場の犬とか西麻布の犬は、なるほどね。犬もライズアップだ。学歴で負けてるんだよ、犬に。犬に学歴で負けてるんだよ。みんすけトレーニングスクールの先生なんだってあ、これを作ってるんだ。あの犬腹立つよな。どうやってしつけるんだろうね。あ、そうなんだ。みんな知ってたんだ。あ、学ぶんだ。すげー。あ、勉強になった。お犬様ですよ。お犬様。はあ、生まれてからすぐ行かせるんだ、学校に。はあ、
すげえ。餃子の王将の研修は大声でセミナーをやって、Google は禅を組んでるんだよね。瞑想するんだよね。ああ、同じ世界に住んでると思うよね。今日も、いちいち、笑顔で、売り上げを絶対に達成しますっていう研修でしょ書くやつの方は。で、意識高い Google とか Apple とか、こうやって、もうヨガとかやっちゃったよ、こうやって。すごいよね、もう世界が違うよね。同じ世界に住んでると思わないよね。でも、両方見ないとね。両方見ないと。餃子の王将を食べながら、やっぱり座禅をする男でいたよね。そう、この世はカオスだよ、うん、いや面白いよ、面白い。でスターバックスでスターバックスで L って言わないとね。そう、やっぱり俺はスターバックスで L くださいっていう男でいたいよ、本当に。いつまでも中にスターバックス入ってたよ。あ、そう。病院でスターバックスはダメじゃない？病院でスタバってカロリーとかさ、糖分相当多いよね。病院でスタバはダメじゃないかな。けん玉いらっしゃい、わざつ。先生が使ったりさ、面会の人が使ったり。はい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 。うん、あ、真ん中とか。ねえ、頼むでしょ、陽介。あのさ、真ん中とか小さいとか L とか M とか言うとさ、じゃあさ、例えばさ、陽介がさ、フラペチーノの、でかいやつください。グランデでございますかってやられない？これさ、腹立たない？これさっき話題になったんだけど、あ、でかいやつください。トールでございますか？グランデでございます。聞いてくんなよって。でかいやつだっつってんだよ。聞いてくるでしょ、陽介。聞いて、絶対、グランデなのかトールなのか、絶対言ってくるよね、あいつら。いや、言ってくるよ、スタバは。これ、陽介にだから聞いたんだよ。裏取りたくて。でかいやつだよ、っていう。うん。ね、聞いてくるよね。教育を仕掛けてくんの。お客様、2回目は大丈夫ですよ、みたいな。いや、でも言ってくるよね。うん。言ってくんの、教育を仕掛けてくんの。接客じゃないの、あれ教育なの。要は洗脳ね。仕掛けてくんだよ、奴らは。無意識に訴えかけようとしてくんの、うん、うるせえや、小さくてもでかくてもいいよ、持ってこいよっていう。全部飲んでやるっていう。で、アイスコーヒーにも何々さんとか種類があったりするから腹立つよな。甘酸っぱいフレーバーの。こちらは口当たりがちょっと甘酸っぱい。うるせえって。アイスコーヒーだよって。お前が一番美味しいアイスコーヒーを持ってこいっていう。選ばせるのと。こちらちょっと酸味が強いですね、なんつって。こちら苦味がある。つって。うるせえって。何でもいいわ。持ってこい。コーヒーを持ってこい。うるせえ、うん。言わせたいんだよ、うん。テンパったらもうね、でっかいカップと、こちらとこちらと、つって。最初っから置いとけっつってんだよな。これだって言うから、もう。レジの上に置いとけよ。三つ。大、中、小置いとけ。ディスって言うから、俺が。ディスって。うん、サブウェイって注文めんどくさかったっけ？うん。パン選ぶ。え？パン選んで。パン選ぶの？何？サブウェイってそんなめんどくさいの？うん。何？パンの種類？はあ、もう。うん。で、焼きますか？とか。焼くよ。焼くでしょ？焼かない人いんの、うん、疲れる最近の飲食店。焼くだろ。
ああ、わかる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 。レストランでこう、ローマ字の方とか、なんかね、横文字で書いてあって、カッコなんとか添えをね、わかるわ、それ全部言った後、さらっと言われたら腹立つよね。あ、すげえわかる。それは高級レストランだよ。みーすけが行ってんのいいところだよ。うん。うん。あれだろ？デビルズブラウニーサンデーくださいって言った。あ、チョコレートパフェでございますね。って言われる感じだろ？うふえデニルズブラウニーサンデーを一つお願いしますって言ったのに、チョコレートパフェでございますね。ふざけるなよ。いやーい、マックのコーヒーうまくないよ。マックのコーヒーうまくない。パン選んで野菜は、もしもし。放送中ですか？いや違うよ。何？どうした？ああ、俺さ、うん、多分ワドを超えてくると思うんだよ。うん、もうそろそろ。うん。うん、ただその自慢？俺今、うん、花火25発。うんうん、何？あ、今配信中なの？配信中。うん。あ、そうなんだ。いや、あのごめん、あのごめんごめん、放送中以外あんまり話しかけて、あ、電話かけない。うん、分かった。放送中、うん、ごめんね、俺あのオンとオフ切り分けるタイプだから。うん、うん、だからあの配信外でのリスナーさんからの突お断りしてんの知ってる？知らない。あ、ごめんね、知らなかった、ごめん。あのプライベートってほら寝てたり忙しいんだ俺、結構打ち合わせとかさ、他のコラボのこととかさ、うん、だからあの配信中だったらいつでも電話かけてきていいんだけど。いや配信してんじゃん。いや見てたんだけど、なんかタバコ吸ってなんか随分優雅に放送してる、放送してんじゃん、なんか、うん、ね、かっこいい音楽かけちゃって、うん、ごめん、放送はしてるからいいんだけど、ね、何が言いたいの？いや自慢の電話だよ、だから。ね、何、花火何発上がってんの今？うん、今25発。え、お前25発で生きがってんの？いや違う違う、だいや俺は、うん、まずね、ライブ、うん、あの和道を超えていきたい。ちょっと待って、俺が今何発上がってるか知ってる？21発あ、知ってるんだ。うん、うん、はい、26発、うん、ありがとうございます。うん、27発、うん、招き日光2つありがとうございます。ね、俺パワースポッターでしょ、ワド認めてくれよ。え、どういうこと？パワースポッターでしょ。何？俺パワースポッターでしょ。パワースポッター？パワースポッター、パワースポッター。うん、俺とこういう風に連絡を取り合ってから花火上がる率高くなったと思わない？うっせ、こいつ。え、何？俺のおかげで花火上がった理論って、それさ、アンチがよくやるやつじゃん。お前そんな恥ずかしいことやり始めたの？いや、認めてよ、ちょっと。いや、認めてよじゃなくて、お前が言ってることって、お前が言ってることって、俺のおかげで花火が上がったっていうアンチよくいるだろ、配信者のところに。お前が言ってんのそれだよ、くっそ恥ずかしくないの？いや、じゃあパワースポッター、お前何、じゃあさお前さ、うん、俺と張り合うために生まれてきたの？お前の生きがいってそれなの？俺言っとくけど、お前に眼中ねえぞ。いや、いいの、俺が眼中あるから。いや、だからお前は俺とずっと張り合うために生まれてきたのって、うん、お前漫画とか読んだらわかるけど、そういうキャラクターって主人公になってなくて、いつも2番手なの知ってるよな。ベジータだよ、お前がやってるのベジータ。ベジータだし、サスケだよ、ナルトで言ったら。いや、たまに一番。声震えてんじゃねえかよ。たまに、つって。いいの、かませ犬で。俺は悟空でいるよ。ふん、つって。何心折れてんの？あれ？なんかめっちゃ花火飛んでんだけど。誰が？やばい。俺。何？やばいわ。
何がやばいの？いや、なんでもないです。いや、ただその自慢したかったのよ。いや、だからお前、今現時点でお前、俺より下じゃん。下じゃないよ。もう超えてくるって、そのうち。え、何？超えたっていう話じゃなくて、超えてくるに変わったの。そうそう。え、何？さ、だって冒頭はお前を超えたみたいな感じだったじゃん。花火26発で、俺は、お前を超えたみたいな感じで来たけど、これから超えてくるみたいな、これ、これからの話になってくんの？これからの話？どっち？今の話なのか、これからの話なのか、はっきりしてくんない？いや、ごめんなさい。これからです。あ、これからなんだ。頑張って。うん。最後に唐揚げの歌歌って。うん。じゃあ、唐揚げの歌、お金かかるけどいい？いいよ。和道さんとこのリスナー花火あげてくれんのかな。いや絶対あげないと思う。和道にあげるんだったらいいよ。花火あげるんだったらいいよ。しょうがない、エール送ってあるよ、うん、いやいいから唐揚げの歌、一発でも、いいから一発でも上がったらいい、いいから唐揚げの歌、いいからそういうの、うん、唐揚げの歌歌うよあなた、いや、あいつは俺のガチアンチだから、うん、あいつは俺の、うん、毎回メロディ1回目に聞いたやつが一番いいっていう歌詞もね若干変わったりするんだよ。もう書いとけよ、書いて録音しておけよっていう、うん、いや、そういう花火はいらない、うん、俺は自分のトークで稼ぎたいから。ありがとうね、なんだっけ、招き猫、クール招き猫、ありがとうね、ありがとう、うん、そういうの嫌なの。なんか他人に煽られてその競争やるとリスナーさんが疲れちゃうから、いいのいいの、自分のトークでやっていくの、腕が上がんないからペラの、そう、それに頼ると荒野みたいになっちゃうからこれからどうしようっつって金梅さんがいなくなった荒野がすげえ面白いんだよ部屋の中でブツ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 これからどうしようっつってやばいってようやく気づいたんで、うん、卵味噌のコーナー作ってっていうか今日3回目だけどねもうレギュラーみたいになってるよ、うん、レギュラーみたいに、ちげえよ、卵味噌気づいてないけど、俺のこと嫌いなやつが投げてんだよ、俺のこと嫌いなやつが投げてんだけど、俺別に卵味噌が稼ごうが何しようが俺に投げなかったら意味ねえっつうの分かってるから、うん、あれ金梅さんから電話だ、え、なんだろう、え、あ、すいません、もしもし、あ、もしもし、和道くん、あ、和道です、お疲れ様です、どうも、はい、指輪の作成の方はどうなってるのかちょっと聞きたくて、もうあれですよ、もうバッチリもう仕上げ段階に入ってもらうっすよ、大丈夫、大丈夫っすよ、もうデザインとかは大丈夫や、もう完璧っすよ、完璧っすよ、もう本当にもう少しっすね、あと仕上がりまでどれぐらいやの、あ、いや、まあ、仕上がりまで、うーん、まあ大丈夫だけどね、いや、もう本当にいいものを作ってるんで、うん、もう本当に、はい、最高のものを時間かけてもいいんで、最高のものをね、あ、もうすごいっすよ、ハイジュエリーっすよ、いや、やべえ、もうやばいっすよ、多分金梅さんも喜んでもらえると思います、さきちゃんも喜ぶかな、あ、もう絶対っすよ、女性向けに作ってるし、もうはい、大丈夫っす、それは、ありがとう、またお願いしますね、あ、もう待っててください、はいはい、はい、ありがとうございます、いや、それだけ、はい、いいえ、はい、失礼します、はい、じゃあね、はい、やっべ、忘れてたわやっべ最速来たけど何にもやってねえわやっべ、どうしよう、やっべんだけどこれってまだって、やべえ、あ、やべえ、俺3月に納品するって言ってたわ。やっべえ、何もやってない、どうしよう。忘れてた。やべえよ。何にもやってない。
何にも何一つやってない。やっべえ。何にも作ってないわ。どうする？やべえ、楽しみにしてる。忘れてたわ。忘れてたっていうか飽きてたわ。これくらいしか作ってない。やった方がいい？いや、飽きるだろうと思ったの。どうせ別れるだろうと思ってたの。どうせ別れるし、なんかうやむやになると思ってたら、めちゃくちゃ楽しみにされてんじゃん。どうするこれ。なんかあれじゃん、なんか忙しいっすさ。やべえ、納品日だ。納品日だったわ。何一つやってないわ。何一つ。これ内緒ね。いいよ、なんかアマゾンで買っておくよ。なんかアマゾンでそれっぽいの買っとくから大丈夫だよ。いや、アマゾンでちょっと選ぼうぜ。みんなで選ばない？どれにするか選ぼう。ちょっとアマゾンシルバーとリング、どうしようかな。あれ、シルバーリング、アマゾンって入れとったから。金梅さんどういうのが好きなのかな。だってもう間に合わねえもん。間に合わねえもん。なんか朝比奈好きそうなのどれかな。どうする？全く忘れてたわ。どんなの、これでいいんじゃない？これでよくね？あ、高いわ。1万4000するわ。これやめよう。予算、これダメだ。これ抜けない。900円ぐらいのやつないかな。900円ぐらいでさ、これ120円いいじゃん。これステンレスか、バレるな。これステンレスだからバレるわ。なんか900円ぐらいのやつあるでしょ、どっかに。なんか手作り感のあるやつがいいね。だいたい3万円ぐらいくれるはずだから、金梅さん300円ぐらいくれ。あ、これいいじゃん。99円。これなんか手作りっぽくない？これ99円。これさ、3万円で売ろうよ。これ99円、これよくない？これに和道って刻印入れりゃいいんでしょ。あ、これいいじゃん、いいじゃん、これいいじゃん、これよくない？ほらほらほら、かわいい、これこれよくない？99円。これはないな。あ、猫とかいいね。これいいじゃん。これ99円だよ。イルカとか、これに和道ってなんか刻印入れりゃいいんでしょ。うん。うん。今からこう突貫工事？いや、でも分かんないよ、あの人。いい、朝日奈バカだから分かんないでしょ。朝日奈頭悪いもん。カルティエとか書いとけばいいんだよ。カルティエとか。頑張んの嫌なんだけど、俺めんどくさい。指飽きてきたんだよね、俺。指飽きてきたんだよね。あ、これカルティエっぽくない？これよくない？ぽいよね。これカルティエっぽいよね。ちょっと。これぽくない？ 1600 円だよ。これあれじゃん。10万ぐらいで売ろうよ。これよくない？これカルティエっぽくて、これいいじゃんね。ねえ、これよくない？ダメ？
いや、材質とかわかんねえよ、素人は。俺もね、何個か触ったけどわかんなかったもん。マジで言ってんの？マジで作んないとダメ？作んないとダメ？これ。いや、まず金梅さんからまさか連絡来ると思ってなかったからびっくりしたんだけど。いや、詰められたよ。詰められたんだけど。ダメか。ダメ？マジか。もうちょっと、X さんに連絡しとくわ。作ってあげたらじゃなくて、もう受注が来て納品日が過ぎたから電話かかってきた。あれどうなってんの？つって。1ヶ月待ってくださいっつって、1ヶ月経ったから連絡来たんだけど、まあぶっちゃけて言うと何にもやってないんだよね。ぶっちゃけて言うと、花火が上がって楽しかったから何にもやってなかったの。マジかよ。忘れてなかったか。まあいいや、ちょっと後で考えとくわ。ちょっと考えとくわ。ちょっと考えとく。無理だわ。手に負えないわ。ちょっと対策を練ろう、対策を。バレたか。どうすっかな。何もやってねえんだよな。女性のリングってどんなのが好きなんだろうね。どうする？どうしよっかな。参ったな。今から作る？ 雑っていう。今から作る？めんどくせえな。作っか、じゃあ。できるかな。俺、指輪の作り方教わってねえんだよな。胃が痛い。胃が痛い、胃が痛い、胃が痛い。胃が痛い、胃が痛い。胃が痛い。指輪の作り方知らないんだよ、俺。胃が痛い、胃が痛い。助けて、誰か。誰か助けて。誰かシルバー作れる人いない？ X さん忙しいんだよ、最近。胃が痛い、胃が痛い。胃が痛い。どうしよう。怒られた。バレなくね？なんか、ほったらかしても。いや、バレないと思うんだよな、なんか。その辺で買ってきたやつに。なんか。いや、飽きちゃったんだもん。のんちゃんが作る？いや、のんちゃんが無理だったら俺も無理でしょう。どうしよっかな。どうする？しよう、やべえな。忘れてたな。いいや、なんか御徒町行こう、明日。明日、おかんちまちでそれっぽいの買ってくるわ。あるだろう。上野の、なんか上野にあるだろう。いろいろ。手作りっぽいの。ああ、のんちゃんが雑談やるっていう。いや、あるだろう。なんか手作り感のあるやつ。
それがあれだよ、フリーマーケットでなんか女の子が売ってるだろう、ハンドメイドで私が作りましたみたいな手作り感あるやつ。うん、いや、ゴミクズっつうかさ、だって忘れてたんだもん、しょうがないじゃん。先月楽しかったんだもん。ダメ？いや、だって俺すげえいいの作れますよって言っちゃったんだよ。だって金梅さんが最初に言ったの、カルティエ超えられるって言ったから余裕ですって言っちゃったんだよ、俺。カルティエのリングよりいいの作れんのって言われたから余裕っすって言っちゃったんだよ。でも俺リングの作り方知らないんだよ。で、X さんに相談したの。そしたら、指輪作るのめちゃめちゃ難しいんだよって怒られたの。指輪ってめちゃめちゃ、その職人の中でも難しいんだよって言われて。そうなんですか？つって。デザインとかもよくわかんないしな、なんか。どうすっかな。やべえな、忘れてたな。のんちゃんペンチ。のんちゃんペンチない、どっかに。これに今鉄があるからちょっと待って、 X さんにもらった鉄の棒があるからペンチない、ペンチ。これをさ、輪っかにしてさ、なんか斬新なデザインにしよう。今鉄の棒あるから、真鍮の。これで指輪作ろうよ、今。ペンチないかな。今手作りだったらいいんだろ？俺が作ってたら何でもいいわけじゃん。ペンチない？ペンチないか。指で曲げるか。ん？あったあった。ペンチあった。もう一個ない？これで今から作るわ。ほらほら、曲げればいいんでしょ。あ、いけるいける。うまく曲がんねえな。あ、難しいな、やっぱ。あ、難しいな。なんかねえかな。ちょっと待って、今作ってるから。大丈夫大丈夫、なんとかなるから。いいじゃん。いや、もうだってシルバー難しいんだもん。ちょっと待って、今作ってるから。そう、時間がないんだよ。いや、まさかクレーム来ると思わなかったよ。まさか忘れてなかった、金梅さん忘れてなかったんだね。俺とっくに飽きてると思ってたもん、連絡来なかったから。そんなね、急に言われても困るよな。ねえ、あれどうなったのってね。知ったこっちゃないよね。どうしよう、どうやって曲げようかな。これでよくない？これいいんじゃない？これどう？ここで切れゃいいんでしょ？ここでパツって切ればいいわけだから。ちょっと待って、指輪サイズなんとかなるでしょ、後で曲げりゃいいんだから。こんな感じでよくない？こんな感じ。これよくない？これじゃダメ？これいいよね。なんか、これかっこいいよね。
誰も賛同してくんないんだけど。これいいよね。どう？いや曲げられる曲げられる、ほらほら。これ良くない？このデザイン。いやいや、違う、曲げただけとかじゃなくて、制作こう、あの、違う、ほら、ほら、違う、デザインよ、デザイン。これ。いや、ほら、すげえかっこいいじゃん、ほら。ほら。え、これかっこいいよね、のんちゃん。のんちゃん。え、これは？え、すごい、すごい、よくない？こんなデザイン見たことなくない？うん。怒られる？え、これかっこいい、よくない？世界の和道ってか、世界の和道って感じするでしょ、これ。なんでそんな怒るの？なんでそんな怒るの？あー、猫じゃらしありがとう。猫じゃらしありがとう。じゃあ今からスタジオ行く？今からスタジオ行く？今からリング教えてもらうの？だって朝日なんね、行く？どうしよう。どうすっかな。これいいと思うんだけどな、俺。いや、嘘はつくでしょ。だって言っちゃったんだもん。すげえいいのできるっていうから。納期は昨日。納期はいつって、納期は3月の1日だから昨日だよ、納品日は。納品日はいつ？良すぎてますけど。でそれが和道だから、うん、作ってなかった。はあ、納品日は昨日、予約は1ヶ月半前にもらった。バックれない？バックれない？なんかバックれようよ。どうする？バックれない？なんか、もう気まずいから、気まずいからバックれようぜ。大丈夫っしょ。いや、ショップやりたくなったらやればいいじゃん。バックれようぜ。なんか謝るのも怒られそうだしさ。LINE ブロックしときゃ大丈夫でしょ。LINE ブロックしときゃ。でもほら、耐久性結構あるよ、これ。でも俺、これ結構ありやと思うんだけど、これ俺のにしようかな。これかっこよくない？これ結構俺気に入ったんだけど、俺のにしていいの？これ。俺のにしていい？じゃあ、これ。俺これつけたいんだけど。これは気に入ったんだけど。これリアルにちょっと お気に入りなんだけど。ダメ？これ。これはいらない？じゃあいいや。どうしよう。どうしよう。いや、謝んない。謝ったら負けだから。
謝ったら負けだから、うん、やべえな、どうしよう、20万円する機材とかもここにあるんだけどね、仮パクしてるんだよね、しかもこれ20万円ぐらいするやつ仮パクしてるんだけど大丈夫かな、うん、すげえ高いやつなんだよこれ。いや負けだから、X さんの、X さん空いてんのかな、 X さんに連絡してみよう、うん、いややっぱ勝ち負けでやってきたかんね、X さんに連絡するわ、ちょっと待って、うん、今度いつ空いてるか聞いてみよう、胃が痛い、胃が痛い、いやマジで胃が痛い、いやマジで胃が痛いんだけど、どうしよう、どうしよう、Xさん LINE 出ないな、既読つかないな、どうしよっかな、あーさっきまで楽しかったのに、さっきまですげー楽しかったのに、すげーつまんなくなった、いやいやだ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 、電話しない、さっきまですげー楽しかったのに、え、金梅さんと今後付き合っていくよ。できるかな。できるかな。できるかな。作れるかな。いや謝るのか、じゃあ作るのか作らないのか今決めよう。作るの？みんな作らないの？作るのか作らないのか決めて。そもそもリングっていうのは通常2ヶ月かかるところを、通常最低でも2ヶ月かかるところを1ヶ月でできますよって。なんだよ。捨て頃頑張れよ。は？捨て頃頑張れよ。何？俺はやられるのを応援してる。俺じっくり観察するから。今まで通り俺はワドを監視してるから。え？な、俺は5年間監視してたってこと忘れないでよ。これからもしていくから。最近さ、ちょっと欲張りすぎじゃない？何が？欲張りすぎじゃないの？ちょっと何でもかんでもなんか俺に凸かけたらいいみたいになってない？大丈夫？ねえ。いや、それはないと思うよ。ねえ、さっきさ、その30分ぐらい前に電話したじゃん。で、今日4回目なんだ、お前と電話すんの。そんなにした？今日。いや、だってお前唐揚げ食ってる時にも電話したし。それは和道からでしょ？いや、俺からだけど、もう今日4回目なの、お前と話すの。毎日しないでくれる？俺に電話。いや、するでしょ、それは。それはするでしょ。するの？するけど、さすがに30分おきに電話したら、
それはしかも4回目だし今日そんなにしてたの3回目の凸でいい感じになったんだから良かったんじゃないの。なんで欲張ったの。いやちょっと捨て頃頑張れよっていうこと言いたかった。うん、いいけど全然、うんうんうん、ね、うん、ただ俺は監視してるからね。お前さ、俺に電話かけたら花火、お前さ、俺のアンチから花火上がってるからさ、お前を、なんかちょっと花火上がってるタイミングで俺に電話かけたらまた花火もらえるみたいな、そういう感覚だろ、お前。そりゃないよ。そんな感覚はない。いや、そういうことでしょ。ね、正直言えよ。俺のアンチから花火上がってんのなんか知ってんだから、ちょっと味しめて、ね、うん、ちょっと今のタイミング花火上がりそうだから和道に電話しときゃちょっと もうファンタスティックもう一発もらえそうみたいなんじゃないの。いいからそういう心の中を読もうとするなよ。そういういや心の中にしたら状況から考えて。いや状況わかんないよそれは、うん、いつ花火飛ぶかわかんないもんだって。いや俺いやお前今金梅さんに怒られたばっかりなんだよ俺。何怒られたの。いや指輪まだって言われて。だって作る気ないんでしょ。だって作って全然作ってないから、いや、うん、やっぱ指輪っていうのは時間かかるんすよって言ったけど、あれあれ和藤さん、うん、この前俺にあのもう大体完成してるって僕に言ってましたよね。いや何にもやってないよ、はい、何にもやってないよ。はい、これが和藤さんの実態です。皆さんお分かりでしょうか。いや知ってるでしょみんな、うちのリスナーは。今みんなに怒られてんだよ。うん、でいつまでなの指輪。指輪だから1ヶ月半の納品日もらったんだよ、あの注文受けてから。うん、うん、で昨日が納品日だよ。あ過ぎたの。過ぎてるよ。で、ま、指輪どうしたっていつぐらいって言われたから、いやもう順調ですよって言ったんだよ。順調じゃないじゃん。何にもやってない。さすがだね、和道さん、うん、何一つ手がついてない。いいどうすればいいと思ってる。もうそりゃもうあの紙粘土で作るしかないよ。え紙粘土っつうか、いやさっきなんか鉄のなんか鉄くずがあったから、ま、曲げたんだけど鉄を。いやそれでいいと思うよ。いやそれでいいって言ったらリスナーが怒ってんのよ、うちの囲いが。そうなの。うん、そんなんダメだよっつって。だから最近あの青いやつコスコスしてないでしょ。だってしてんのコスコス。いややってない、そんなもう飽きたよ。さすがです。うん、うん、それでこそ和道さんいいよ、うん、えどうすればいい。アマゾンでなんかポチってさ、なんか和道って掘って渡せば大丈夫かな。バレないよ。バレないよね。うん、じゃそうする。何結婚するのあの二人結局。知らねえよそんな。うん、うん、まあ捨て頃俺の名前入れていいから。ね、入れてもいいよ。お前俺のことフォローしてんの。してないよ。え、してないよ。あれフォロワー限定なんだけど。あそうなの。そうだよ、フォローしてる人の名前を背負うっていうあれだから。いや別にフォローするんだったら、あの、うん、いいよいいよフォローするよ。じゃあじゃあまあ卵味噌って入れとくわ。じゃあ、うん、ね。花火10発。お前さ、お前もしかしたらなんだけど、うん、お前俺のこと好きなんじゃないの。だ嫌いだって。だから本当に嫌いなんだよ俺マジで。えだって捨て頃にの入場してくる時の T シャツに名前書いていいの、卵味噌って。もちろん。まあじゃあ入れとくけど、うん、フォローしたじゃんと。ん、フォローしたの。するよ今。したよフォロー。うん、通知は外しとくよ。え、通知は外すから。いや、いや通知はいらないよ。うん、うん、じゃあ T シャツに卵味噌って入れておくわ。入れといてください。お願いします。うん、じゃあね。はい、じゃあね、ありがとう。うん、うん、いやどうすっかな。
どうすっかな。ああ、なんか卵味噌ね、アイテム上がりまくってるみたいだよ。あ、セコンド卵味噌にする？あ、いいんじゃないの？セコンド卵味噌。いや、東京来れんの、あいつ。東京来れんの。あ、聞いてみようか。セコンド卵味噌にする？え、どう思う？ ステコロの舞台で卵味噌、どうする？まあまあ考えとこう。それはまだ言わなくていいや。セコンド卵味噌、全然。でもあいつ北海道じゃなかった？北海道から来る財産があんの？鮫島さんはやりづらくなるか。確かにね。確かに。まあいいや。それは後で考えよう。それより指輪だよ、指輪。ありがとう。ありがとうございます。あ、卵味噌をでかくすんの？え？いや、そういうシステムもあんの？わかった。卵味噌大きめに。ああ、了解です。ちょっと待って。卵味噌の文字でかい方にしてあげてって。ちょっと待ってね。卵味噌をでかくしてくれって。卵味噌一番下だからね、ちなみに。卵味噌、じゃあでかくするか。卵味噌でかくするよ。じゃあここね。卵味噌をでかくするか。ここね。花火一発枠のところに入れとくから。ありがとうございます。なんだっけ、18だっけな。これかな。卵味噌ここ。ありがとう。ありがとうございます。セイコーマーケット常連なんだ。指輪か。指輪どうしよう。指輪どうしよう。指輪どうすっかな。胃が痛えな。いや、作る気力っつうか、いや、カルティエ超えるのは無理じゃね？あと1週間ぐらいで作んないといけないでしょ？ 1 週間で初期作品でカルティエを超えることってできるの？ 素朴な疑問なんだけど、1週間でだよ、世界のカルティエを超えることができるの？どうしよう。無理難題でしょ？眠くなってきた、眠くなってきた。頭痛い。眠くなってきた、眠くなってきた。いや、だから俺が作ったのあんじゃん、リング。やる気があればできる。いや、お腹はすごいボクサーだから。これもしかしてやばくねえ、状況かなり。ボクシングは行ってないよ。ボクシング全然行ってないよ。どうすっかな。